じゃあつけていきましょうかね、ウリチャーム、うん、これ付属の部品がございました。開けてみましょう。ネジとワッシャー、初めてやります。ベイトリールのハンドル交換、初めての人でもできるのかと。部品ですね。キャップは多分これメーカーによってネジが違う気に2個あるぐらい。前でね、チャームが桃を食べてますので、動画の内容とは関係ない言葉が飛び交っています。酸っぱいのと甘いの。まあ一回のけてみましょう。え？逆ネジか？ちょっと待って、滑ったかもしれん。あ、滑った。これどうやってのけるわ。あ、危ない危ない。さっきこれのけないかんね。さっきこれのけないかん。これ周り止めになっちゅう。あ、これ周り止めながや。知らんかった。初めてだからね。これをさっきのけましょうね。ほんで赤い髪が滑る。回す。え？ほんで逆ネジなわ。あ、回りました。逆ネジです。みんな逆ネジやで、うんうん、みんな知っちゅうろうけどね。外します。ブス。このハンドルもなんかかっこ悪くはないがよね。で、同じようにせない換気、これまずつけて、と逆やね。高速中期こうかな、こうね、高速中期ね、こうやね。だってこっち見たらそっちもそろ。ほんでこれをつけるべし。この時奥の端までいかん、奥の端までいかんき、このワッシャーを入れるがやね。こっちは奥の端まで入るがかな。あれ？これっちも入らんやん。これでええわかい。これでええみたいな。こう入れて、こう入れて、で、周り止め入れて、ネジで締める。簡単ですね。こう回していって、回していって、もうこれで締めるだけよね。ほんで、これ1の、1合わせるのが難しいよな。おお、おお、おお、いい感じになった。ちょうど、たまたまいい感じになった、ついた。あ、めっちゃええやん、これ。色、バッチリ。色感バッチリで。何も色感ない。いいんじゃない？さあ、できました。カスタムハンドルができました。初めてやって、この逆ネジにちょっと戸惑いましたが、まあ、素人でもできることが分かりましたので、皆さんよかったらやってみてください。ぜひぜひやってみてください。はい、じゃあ海にこれ持って参ってね。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。
あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。また、よろしくお願い。